なりたいチャンネルです。新しく雲ですが、何か二次創作が始まります。それでは、苔玉ですが、何か魔族領と戦争に向けて41、そして暗闘は始まる朗読を始めます。苔玉ですが、何か魔族領と戦争に向けて41、そして暗闘は始まる。ここは鬱蒼とした木々が生い茂る森の中、人魔干渉地帯と呼ばれる場所のうち最も範囲が広く身を隠しやすい領域にて、統一された白装束の集団が気配を殺して身を潜めていた。彼ら彼女らはフードを目深にかむり、とある敵が情報に釣られて通過してくるのを待ち受けるため、湿った土で汚れるのも構わずに森へと潜伏していた。だがそれにしては白装束には汚れが見られない。いや、そもそも森の中では目立ちそうな純白だというのに、そこにいると知って滅視しなければ気づけず見失ってしまいそうなほど存在感というものが極限まで薄れていた。この白装束の集団こそが魔族軍第10軍。彼ら彼女らは複数の部隊に分かれて、副団長の手により砦と砦の間にある空白地帯と呼べる地域にそれぞれ転移をし、人族領から魔族領へと抜けてくる者がいないか警戒していた。第10軍の任務は魔族の大規模な侵攻に乗じて人魔干渉地帯から逆侵攻してくる敵の殲滅。他にも元から住んでいた人族の殲滅もあるが、ここを担当する部隊の仕事ではない。何？その部隊にて中心人物とみられる2人の少女が険悪な空気を醸し出していた。視線を向けたのがフェルミナ、向けられたのがソフィアという名の少女である。いいえ、何も。あ、そう。彼女フェルミナは思考を巡らせる。元は魔族の名家だった彼女が感動された原因を作った人物であるソフィアについて考えると、憤懣やる方ない気持ちに陥ってしまう。そのため仲良く話す仲ではないが、任務に支障をきたすほど反目し合う関係ではなかった。作戦行動中のため悪感情は横に置いておき、任務に集中する。第10軍は少数精鋭の超人部隊。そのため実力で言えば他の軍団にも引けを取らない、むしろ上回る部分が多々あると自負しているが、新たに発足してから年月があまり経っていないこと、少数精鋭であるがゆえに軍団としては人数が少ないことから、表舞台で活躍する機会がなかった。そのような経歴の第10軍は他の軍団には実態などが知られておらず、逆に隠すように情報統制してきたこともあり、諜報や暗殺などの裏方だけしかできない軍団と他から見なされていることに軽く残念な気持ちを感じていた。実際は暗殺もこなすためには相応の実力が必要なように、普通の戦闘でも華々しい対戦果を上げられるだけの能力があるのだが、第10軍の性質神陰で戦うことが常だった。そう、今回もだけど、ある意味ではこの戦場こそが一番重要な場所であることも理解していた。だからこそ彼女は待ち続ける。敵が来るのを。対してソフィアはというと、戦争中であるにもかかわらず血風吹き荒れる戦場ではなく、こんな地味で退屈な森の中にいるのに苛立っていた。しかも嫌いな奴と一緒に隠れ潜んでいることにも、自分がやったわけでもなく指示も出していないけれど結果的に追放された原因となったことに少しは責任も感じていて、悪かったと反省する気持ちもあるけれど、それ以上に普段のフェルミナの態度に怒りを覚えることが非常に多かった。追放騒動の事件後、それからすぐに彼女は白からお仕置きとしてある呪いを刻まれた。白に対してご主人様呼びを定着させる呪いと、命令一つで強制土下座させる呪いを。さらに土下座の呪いは白の気分次第で乱用されることが多々あり、その度に無様を晒す彼女を鼻で笑うフェルミナの行動に毎回罪悪感なんて吹き飛ぶほど苛立つのがいつものことだった。そして彼女は
せっかく久しぶりに思いっきり暴れられると考えていたのに、派手な戦場から離れてくるかどうかも不明な敵を待ち続けるという忍耐力を試される役割の任務に就かされたことで、隠せそうにもない不満を募らせていた。吸血鬼という生物の習性として吸血衝動の他に、戦闘欲求が駆り立てられるというものがある。そして最近では学園に閉じ込められていたこともあってか、実戦を行う機会も少なく、弾の相手では弱すぎる雑魚か圧倒的強者との戦いしか行えていなかった。無造無造を蹂躙するのも、届かない高みにあがくのも、どちらも燃え上がるけれど、ほぼ互角の相手との死闘、つまり魔の山脈での鬼人との戦いと再戦のように、奥底からたぎる戦いに飢えていた。勝つか負けるか、それがわからない相手との命を削り合う戦いを制して、勝利した瞬間の気分はどれほどの味だろうか。その機会は、多分もう二度と訪れないのではないのかと、言いつつも、ソフィアは思う。早く来いと。この憂鬱を晴らすため、八つ当たりできる獲物が欲しいと叫ぶ心を握りつぶし、待ち続ける。敵が来るのを。アイコンタクトと手信号が無音で飛び交う。それに合わせて第10軍の全ての団員が戦闘態勢に移行した。強化された聴覚によって足音を察知し、感知能力に優れた人員が敵の人数を伝達していく。そして息を潜めて深くまで進んでくるのを待つ。あらゆる感知をすり抜ける技を訓練したこともあり、第10軍の存在は察知されることなく森へと溶け込んでいた。唯一目視での認識だけは防げないものの、隠密や隠蔽を駆使した状態の相手を視認するのは簡単なことではない。そして気配を気取られないように視線は向けず、すぐ近くの場所を通り過ぎようとしている相手にも一切反応せずに合図を待ち続ける。静寂に満ちた森の中に敵の足音だけがかすかに響く。敵の息遣いすら聞こえそうなほど沈黙を保ち続け、自分の心臓の音すら押し殺していると、待ちに待った合図が第10軍全員へと伝わってきた。指にくくり絡まる目に見えないほど極細の糸が引っ張られたことによって、無音のまま一斉に動き出す第10軍。隠れていた場所から素早く飛び出し、敵が対処する間もなく攻撃を叩き込む。完璧な奇襲が成立し、呆然としている敵が正気を取り戻す前に次々と追撃を与えていき、敵の数を減らしていく。敵が対処へと身構える頃には相手に甚大な被害をもたらしており、細い獣道しかない森の中では隊列を長く取るしか進軍する方法がなく、その長く伸びた隊列を分断するように左右から襲撃したこともあってか、完全に軍としての機能を喪失し、かっこ撃破されるだけの小集団へと引き裂いていた。そうなれば、この力で優れ罠を張っていた第10軍の方が圧倒的優勢で、事態が進み続ける。しかし全てが他人事のように冷静に対処してくる例外もいた。ポーティーマスー。ふむ、待ち伏せされていたか。激高して叫びながら体験で切りかかるソフィアに対峙しているのは、無表情で嫌な目つきをしているエルフの男。今回の作戦において最上位の討伐対象、ポティマス・ハーイフェナス。武装の使用を許可する。やれ。ポティマスが襲われているにもかかわらず落ち着いた声で命令したことで、周りのエルフたちの身に変化が生じた。ある者は手から重心を、ある者は同じく手から光の刀身を出現させた。しかし未知の武装に見えたそれも、第10軍には基地の武器でしかなく、それに対処する戦闘法を徹底的に教え込まれていた。機械技術の産物をことごとく防がれる予想外な結果に驚くエルフたちを、第10軍の団員たちは無慈悲に反撃を加えて応殺していく。致し方ない。コマ術結界は、渋い顔をしながらコストの重さから使用を躊躇していた手札を切ろうとするポティマスだが、何も発動することなく途中で言葉が途切れた。いいところだったのに邪魔しないでくれる。戦っていた相手が急に倒れたことに文句をつぶやくソフィア。
その視線の先には突如ポティマスの背後に現れて一切動くことなく首を切断した白い少女。彼女こそが魔族軍第10軍団長にして彼ら彼女らの主、シロと呼ばれる存在である。それとほぼ同時に森がざわめく。森の全域に隠されていた気配が一斉に活性化してこの場へと集まってくる。だが第10軍の団員たちは戦闘態勢へ移ることはない。それは敵の襲来ではなく彼ら彼女らのもう一人の主の気配であるからだ。シロの隣に苔でできた人型としか言えないものが形を成していく。そして小柄な人間と同じくらいまで膨れ上がると表面が崩れ落ち、中から一人の少女が現れた。もう一人の主、魔族軍第10軍副団長、そこでは苔とだけ名を呼ばれる存在だ。森の中であるというのに場違いなほど神々しくもおぞましい気配をまとう少女が二人。二人は第10軍の彼ら彼女らを見定めるように眺めながら並び立った。任務完了です、ご主人様、副団長。状況確認を素早く終えたフェルミナが二人へとひざまずく。それに倣って他の団員たちも姿勢を正してうやうやしく膝をついた。変わらず立ったままなのは二人と昔から知り合いであるソフィアだけである。ご苦労様、みんな。シロは一別もせず、ただ思考するだけ。そしてコケは静かな声で任務に当たった皆をねぎらうのであった。う、ぬぐぐう。目の前で土下座をさせられているソフィアちゃんを憐憫のこもった目で見つめる。敵を横から奪われて不満げな態度を隠そうともしなかったソフィアちゃんは、奪った相手であるシロちゃんを睨みつけるという不機嫌を買う行動を取ったために現在強制的に地面に頭をこすりつけさせられていた。ふっ。屈辱にプルプル震えるソフィアちゃんを見下してフェルミナちゃんが鼻で笑う。このようなことが起きるのはよくあることで、些細なことでもシロちゃんは無理やりに土下座させるので、もはや回数など数えていない。舐めた態度を取ったからお仕置き、反抗的な目をしていたからお仕置き、ただ機嫌が悪かったからお仕置き、そんな暴論としか言いようのない理由で実行しているようなので、この横暴を止めるのも私の仕事になっていた。解除。呪いの縛りから解き放たれたソフィアちゃんが苦々しい表情を浮かべて顔を上げる。そして隣からは勝手にかけた命令を打ち消した私に対して非難するような雰囲気を漂わせるシロちゃんの姿があった。やりすぎ、そして使いすぎ、教育の一環。私の苦言に被害者のソフィアちゃんがもっと家と目で訴えてくる。それに対してシロちゃんはどこ吹く風と聞く耳を持たないのが毎回起きる一連の流れだった。呪いの命令自体は解除できるけど、呪い本体には私の知らない法則があるため、ソフィアちゃんをシロちゃんの暴虐から解放してあげることはできなかった。しかもこの呪いについて問い詰めても白状せず、分かったことは同じような怪獣不可能の呪いをかけるのは二度とできないということだけでしかなかった。なので助け舟は出すけれど完全には止められないとソフィアちゃんには見解を説明した時に謝っていた。最近の私は仲裁役ばかりで、そろそろ冗談じゃなくストレスで胃に穴が開きそう。実際は擬態でしかない臓器なので胃にダメージなんてないけれど、全団員に通達、楽にして、空気を変えるために指示を下す。その一声でひざまずいていた団員たちは立ち上がり姿勢を正したまま正常の体勢となった。そして未だうめきを上げるソフィアちゃん以外は無言となる。この異様なまでの忠誠心には毎回ちょっと引いてしまうけれど、それを見せないように押し殺し内側にしまって追加の命令を説明する。最重要目標のポティマスを撃破したけれど、知っての通り彼は本体ではなく操り人形なので、本命の部隊はたった今潰したけれど再度進行してくる可能性もあると。言ってももう周辺地域には怪しいエルフの影は確認されていないけれど、なので第10軍には
戦争終了まで人馬干渉地帯にて待機。けれどローテーションは第一種から第二種に変更してきちんと休息を取るように。あまり長引かせない予定だけど、任務上隠密を重視しているため本格的な野営地を設営できない以上、疲労がたまりやすいと思うので気をつけるように告げる。私たちは他にも仕事があるので再び離れるけれど、戦争終了時には回収に訪れるので、それまで任務に当たってほしい。以上です。そう言い切ると確認のためシロちゃんにも視線を向ける。問題はないようで、軽くうなずいていた。この通達は別の場所に配置された第10軍にも私の眷属を通じて伝わっているだろう。一時的に視界を共有してみると、各地でも同様に真摯に聞き入っていた。そして私とシロちゃんは第10軍のみんなを残してアリエールさんがいる魔王城の作戦司令室へと転移したのであった。なあ、お前らはどっちだ？そりゃあもちろんコケ様だ。俺も。厳しい訓練の中でもきちんと俺たちを見てくれる。あと優しいからな、本当。皆まで言うなよ、フリじゃないからな。俺はシロ様だ。マジか、実は俺も。あの何考えているのかわからないミステリアスさが神々しい。そして何より顔と体が良い。それな。僕はソフィア一筋だ。黙ってろワルド。お前ら最近僕への当たり強くない。この後彼らがどうなったのか神の溝知る。次回は雲ですか何か二次創作、苔玉ですか何か、魔族領と戦争に向けて42、そして勇者は地に落ちる、高評価チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。